これから福島という名前が世界中に知られ渡りました。福島、福島、福島、何でも福島、これすごいですよ。もう広島、長崎は負けた。福島の名前の方が世界に冠たる響きを持ちます。ピンチはチャンス、最大のチャンス。何もしないで福島夢になっちゃったぞ。この方の影響は実はニコニコ笑ってる人には来ません。くよくよしてる人に来ます。これは明確な動物実験で分かっています。環境の汚染の濃度のマイクロシーベルトが100マイクロシーベルトパーアワーを超さなければ全く健康に影響を及ぼしません。ですからもう5とか10とか20とかいうレベルで外に出ていいかどうかということは明確です。昨日いわき市で答えられました。今いわき市で外で遊んでいいですか。あ、どんどん遊んでいいって答えました。福島も同じです。心配することはありません。内部被曝の方が10分の1、そういうリスクは少ないです。でも、それも外部被曝と同じような基準で議論をします。2つのスタンダードを作ると混乱をしますから、内部被曝も外部被曝と同じような基準を作っています。ですから今の基準は、幾重にも安全に厳しく作っているというふうに考えられています。安全という言葉を前には使いません。私は皆さんの方に少しでも安心してもらえばということなんでしょう。安全は動物によってないです。全く違うですね。安全は誰が見ても安全ということを認知できます。安心は一人一人全部違うんですね。リスクの認知の仕方というのは全く一人個人によって異なります。非常にその幅は狭いのが安心というその気持ちで、安全は誰が見ても安全気なんです。発信が続くかもしれませんが、皆さんの方にぜひこの内部から安心と安全を伝えたいということで、この講演会を企画しています。